皆さんこんにちは、ミケのエンタです。今日はツイッターで募集をかけてシックスボールパズル10先を猛者とやっていきたいと思います。僕は左側です。まずは技を決めて、お互いラッキーまで狙いに行きましたが、どちらもできず、青ピラミッドを狙いながら緑も狙っていきましょう。青ピラミッド完成。さあ相手は赤ヘキサゴンか青ですが、どっちを打つか。これまずいな、これちょっとまずいね。ヘキサゴン耐えるかな。ヘキサゴンが耐えられない、左に偏ってしまった。さ、狙うのは黄色か赤で、ちょっとずれてますが、赤ピラミッド狙っていきましょう。さあ、これしっかり後打ちを決めて、ネクスト紫トリプルまずいかも。ネクスト紫消していて、その次が青来るのですが、ちょっと使いにくいね。ちょっと使いにくいので、黄色か紫、さあ、紫を決めましょう。相手は黄色のヘキサゴン決めていて、これちょっと黄色消えないとまずいかな。黄色が消えないとまずい高さで消えてくれました。で、黄色狙ってみよう。黄色か赤、ちょっと狙いたかったけど、崩れちゃって。あ、これ赤だったね。これは赤狙わないとダメだったけど、崩してしっかり青狙いに切り替えていく。ミスをうまくカバーできてる。ミスをうまくカバーできていますが、ラッキーはなくて、赤消した後に黄色消しで何か起きそうなんですが、一旦崩すために紫を決めます。崩すための紫ピストレート。紫ストレートからのラッキーヘキサゴンが決まっていく。これはラッキーピまで決まって、文句なしの押し切り勝負となったと思うんですが、一応ボールを積んでおく。積んでおく。積んでおく。オッケー！押し切ることができました。オッケー！オッケー！オッケー、これは崩れない。さあ、モサとの勝負、頑張っていきたいところ。黄色と紫のダブル狙いで、青も狙いつつ、もうこれいった。あーっと、これはミスっちゃったね。これは、青を先にね、決めた方が良かった盤面でした。これボール崩れるね。ボール崩れた後に、青ピラミッドが結構いい感じの土台にはならなくて、崩れてしまったので、青かな。一応青狙うけど、この後青取りきます。この後青取り来るんで、これですね。さあ、青取りがしっかり見えていたおかげで、しっかりとピラミッドからヘキサゴンに変えることができました。相手のヘキサゴンは耐えられるので、うわー、このトリプルは強い。この紫トリプルで一気に技が出来上がり、ボールが崩れて耐えられるね。これはこれはしっかり耐えられるでしょう。相手のボールを見ながら、青がたくさん来そう、青がたくさん来そうなのですが、黄色来てるね。黄色来てるんで、一旦黄色狙いからの赤狙いに変えて、赤ピラ完成。相手もギリギリでヘキサゴンができてる。そのヘキサゴンは非常に強いんですが、ラッキーがなければ大丈夫そうだね。ラッキーがなければ耐えられると思うので、青ヘキサゴン狙います。青ヘキサゴン早いよ。この青ヘキサゴンは非常に早い。相手はあと青、緑ダブル、緑ダブルでラッキーですが、入らなそうで、押し込んでいく。 OK、 今のは相手のネクストしっかり見えていました。 OK、 押し込まれてしまった。ブリッジしてしまった。赤と緑のダブルから黄色狙いも狙っていきましょう。これはまあ黄色が最初にできるかなと思っておりますが、こうだね。まずは緑。そこからの黄色間に合わないか。いやでもこれ待って。あ、崩れちゃったね。崩れてしまったので、次のボールを狙っていきたいところ。紫です。紫狙いが決まっていく。相手ストレート。火力分かってる。火力分かっていて、相手ボール1個置いて、黄色が来るね。黄色来るの分かったので、黄色、ずれた。ずれてしまったので、次の技。おー、いいね、これは。これはしっかり黄色ダブルのおかげで技ができました。ただ今のはね、ボールずれてたのが良くなかった。さあ、相手ボール、ラッキーピラミッド。ラッキーピラミッドができていて、紫は、使えるね。置かせます。さあ、これで相手ネクストちょっと紫たくさん来るのは、ちょっとバレてしまっていますが、黄色が間に合ってくれればなんとかなると思う。紫はちなみに崩れないので、全然狙いたい色ではないです。紫は狙いたい色ではない。紫は狙いたい色ではない。紫は狙いたい色ではないね。
ないか。粘りはしたんですが残念ながら来なくて、もう紫は狙えないよ。狙うしかなさそう。赤でもいいね。赤を狙っていきましょう。オッケー。さあ相手ダブル打ち、ダブルピラミッドしっかり作り上げておりますと、ま、ピラミッドダブルなら何個か耐えられると思う。ピラミッド待って、置き場所次第ではやられる。耐えてる。ピラミッドかな。これは紫ピラミッドを信じるしかない。紫を信じるしかない。紫だー、ずれてるー。さあこれ緑と金色で青もヘキサゴン狙いつつ、黄色はもう諦めて、さあ相手も待ってるね。まあ、これは打っちゃおうか。打っちゃってここから行って待ちます。さあ相手は、相手もヘキサゴン、こちらもヘキサゴン、緑ピラミッド狙いにくいな。これはこれちょっとまずくない？これはちょっとまずいけど、ピラミッド出来上がり。さあボール崩れるかな。崩れてくれてる、崩れてくれてるけど、いやこのタイムロス痛いかもしれない。緑はまずいぞ。紫狙いたいけど、赤かな。赤か黄色、赤か黄色、青が多いけど、黄色間に合う、黄色間に合う。ナイス黄色、ナイスイエロー。流れイズカミングかもしれない、かもしれない。流れイズカミング。これはみ、待って、違う、赤だ。赤しかない、赤しかない。オッケー。あ、相手も青ダブ、いいの引いたね。それはしかしこちらもラキスト、相手もラキスト、みんなラキストでみんないい。いやー、そのピラミッドは僕にはないぞ。そのピラミッド僕にはありませんよ。え、押し切られはしない、押し切られはしないけど、相手ストレート来ますね、これね。相手ストレート来るのは見えていて、崩さないとまずいね、これね。一旦崩してから赤が消えて、ま、なんとか狙えて、ストレートかな？押し切られてしまったー！集中力、切ろ！いや、そこから押し切られてしまうとは正直思っていなくて、黄色を狙いつつ、赤も狙ってダブル狙い、これは。ダブル狙い、急ごう急ごう急ごう。早く打って、相手は緑青、そして僕は赤を引けるか、赤を引けるか。いや、あと一個、あと一個、間に合っていく！しっかりラッキーね。ボールを引くことはできなかったんですが、しっかりラッキーを引いて、ここから、ピラミッドも決まる。これは、いや、待って、相手、あ、緑トリプルが、危ない！今相手見えてたね。僕が緑トリプル引いていたので、緑の3つしっかりと作っていました。相手側残り1勝です。これで負けたら終わり。もう積みミスは許されない。結構積みミスでね、勝利をちょっと譲ってしまった部分もあるので、ここ先打てないか。いや、金色が間に合わない。今のは僕の積み方あまりよろしくなくて、黄色のヘキサゴン狙っていきましょう。黄色ヘキサゴン間に合うかどうかの勝負。間に合っていこう。 OK。 さあ相手も紫リーチまでできている。で、僕はこれは相手ラッキーなければ助かるということで、押し切ったんじゃない。これは押し切ったんじゃない。ラッキーはなくてもいい、ただ着実に勝ちへと一歩進んでいくこと。ラスト一戦です。さあ泣いても笑っても最後の勝負、しっかりと悔いの残らない戦いをしていきたいところ。青と赤のダブル狙いをしておりますが、ピラミッド積みながら、まずヘキサゴンからのネクスト、間に合った。 OK。 これ間に合ったのは大きいんじゃないの。大きな大きなアドバンテージ、置きアド、置きアドをしっかりもらって、挙動理解も見せられない。 OK。 相手もキダブが、いや来てない。ということはこれはまさかの勝ちをもぎ取っていく。ということで、なんとか10先勝負勝つことができました。ということで、今日の動画はここまでにしたいと思います。面白いと思った方はチャンネル登録と高評価忘れずに。それではまた次の動画でお会いしましょう。